やりましょう、マリオカート。今日もやっていきたいと思います。はい、ドラゴンロードいきまーす。バーン、いいよ。ここ1位飛び出した。ここすごい大事、ここすごい大事。なぜかというと、あそこ混戦して落ちることが多い。インをついてきっちり3乗りの後、若干ねじりを入れて、いいよいいよ。ライン取りは悪くない悪くない悪くない、全然問題ない。いいぞ。ちょっと待って、どっから出てきたお前。コイン、周囲の相手情報が、後ろが緑、その後ろがファイアフラワー、ちょっと怖い。このまま走り切れるか、緑か、大事大事大事。いや、なんかちょっと順調すぎない？あ、これ結構頭抜けてるぞ。これ結構頭抜けてる。後ろが木野さん。追いつかれるかな？ちょっと使われ方次第だけど。オッケー、これ死んだろ。いや、死んでないか。あ、普通に走ってるダメか。やっぱこのぐらいのレベルになってると、その、攻撃アイテムの処理も、マジでレベル高いから。これ一応キープでいきましょうか。一応、特に後ろは、木野さんだから、まあ、特に捨てる必要もないんで、まあ、一応トゲズを飛んできた時の対策で保持でいきましょうか。ライン調整、ネジネジ、オッケーオッケー、いい、かなりいいんじゃん。後ろ黄色ってなんだ、キノコ、キノコ、キノコですよ、キノコ持って。あ、やべ、まあ、ここで出すわ。ここいたら超邪魔だからね。当たったかな、当たったな。まあ、こんなもんですよ。まあ、トゲゾを投げた人でね、恨んでください。僕のせいじゃないんですね。僕のせいじゃないんでね。僕のせいじゃないですよ。緑1。後ろのアイテムすげえ大事だな。なんだろう。赤か。投げてくるかな？微妙だな。アイテム交換のところで投げてくるかもしれない。いや、ちょっとこれ。うまいな、むつさん。むつさん、うますぎるな、これ。ちょっと。やべえ、負けを知りてえわ、マジで。俺を任してくれよ。このまま、じゃあ、剣士でいきますか。ふいぶっちぎりなんだよな。この部屋は俺が掌握した。調子いいな。レース全然終わんねえし。あ、なんかすげえ混戦になってるし。はい、というわけで、友達せいや。ここはね、最近僕、鬼のようにね、練習したんで、かなりいい話でよ。見せられるんじゃないかと思います。はい、スタート。さよなら1位。コイン0枚の最下位へみたいな。しょっぱなから出てく、木野さん。いや、素晴らしい。いや、いいよいいよ。ここは、まず1キノコ1個でショートカット成功していく。とりあえず、ここはショート、ちょっと距離詰めよう。あ、でも、あ、いきなり抜け出したな。あ、木野さん、でかすぎたな、ちょっと。やばかったっすね。いいよいいよいいよ。まあ、ちょっと虎視眈々と、まあ、この人早いからな。ちょっとこう、ちょっと抜かせるとこで抜かして、やぶねえ。くっそ、この人攻めの姿勢が強すぎるんだよな。ほいほい、オッケー。これが NISC だよ。見たか、おい。練習の成果出ちゃってんな、これ。普通の走りじゃないみたい。いいっすよ。あ、ちょっとここでゲストまずいな。ここただでさえ膨らむのに。剥がしていく。後ろがどうかな、ちょっと。後ろの人のアイテムの使い方エグすぎるからちょっと怖い。これ取っといていきましょうかね。キノコ使おうと思うだろ？あ、やべ。あ、いけたいけたいけた。まあ、ごまかし加減だな。ごまかし加減だよ。でも問題ないでしょ。後ろすげえ離れてない？なにこれ？と思ったらすげえ近くにいる。しかも、キノさん回してるかな？キノさん回してんな。くす。あ、これやばいかも。足んねえかもな、キノコ。足んねえ。いやー、これきついな、マジかよ。はえー、あの人。まあでも、見せられるもん見せられたんじゃないですかね。いやー、いい走りしちゃったは。調子良すぎるな、今回。どうすか。まあ、こんなもんですよ、僕がちょっと。はい、じゃあ、マリサ行きまーす。マリサだっけ、ここ。ちょっともうステージ名からしてガバガバなんだよな。もう全然画面見てねえから。まずはね、もう挨拶代わりに1位を取って、行く！いいっすよ。まあ、やっぱね、こう、レベルが高くなればなるほど、先に1位取ったもん勝ちですからね。ミニターボ解放して、パックン解放！解放ってなんだ？回避して、ネジネジ、オッケーオッケー、ネジネジ、ほい、オッケー、いいぞ。
調子良すぎないか、ちょっとムツ、これいいっすね。いいよいいよいいよ。結構後ろぴったりくっついてくんな。さすが赤が飛んでくる。緑も投げてる。怖いぞ。アイテム交換はしてないか。よし、オッケーオッケーオッケー。でここはサンドリの方が早いんでサクッとやっていきたいと思います。危ない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 。通常の無痛だとあそこのクリボーによく当たるんですけどね、今日は通常の無痛じゃないんでね、いい感じですよ。いい感じです。インキチついていいぞ。早いぞ。無痛じゃないみたいねえ。バナナ回避していいっすよ。いい走り。後ろが後ろアイテムはキノコ1、キノさん全く問題ないっすね。まあいつもは俺だったらやばいけどね。俺じゃないからね。いや俺なんだよ、俺だけど俺じゃないみたいな、なんかもう一人の僕みたいな感じで今日はねやっていこうと思うんで、ゲスト来ますが、後ろがミドイチ、その後ろがキノさんかな、違うバナさん、バナさんですね。ネジネジ、オッケーオッケー。もうねじれ、もう今となっちゃ余裕ですね、俺じゃないんで。いいぞ。俺じゃないんで。俺じゃないんで。合ってる。何も間違ってない。打ち合わせと違うんだけど。そういうふり。結構かなり雑だ。いやー、すごい。すごいなー。さすが。強いなぁ。今日のムツは一味違うね。もうほんと腹筋がねじれそうだね。ほんとこうねじれしたらなんか2秒ぐらい楽がってねじれねじれ。そこねじれ違うんだ。そこ違うね。いやーまあそういうわけでね、はい、どうも。そう、今日はあのビッグゾーニキ師匠のね、ビッグゾーです。はじめましての方、はじめまして。家でね収録してるんで、いや、ま、本当いや本当にさ、もう本当さ、もう腹の中でずっと笑いを飲み込んで やりづらいだよ。やりづらいよね。笑ってもないのにめっちゃ筋肉痛になりそう。いや、なんか人のプレーを自分のプレーとして実況するのってないから。いや、ないよね、そりゃ、ね、初だよね、こういうところね。ほんとね、むずい。そう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 。俺たちのムツ返せよ。いや、もうね、しれっとした顔でね、ねじれをやる動画を作りたかったんだよね。もうできないからお願いしようみたいな、ね、いや、まさかね、コラボするとは。そうだね。いや、ほんと脇汗がね。まあ、ビクゾー先生はね、元、まあ、日本代表としてね、走ってたこともあると、まあ、もっとね、もっと、もっと、うん、まあ、TA もね、いろいろワールドレコード持って、元持ってたね、記録も一応ね、一応ね、あるくらいのね、はい、まあ、間違いなく、その、マリカプレイヤーのヒエラルキーで言ったらトップ、何パーセントのね、何パーセント、もう、超スーパープレイヤーなんで、もう、今日、いや勉強させてもらおうとね。ところですこれ怖いなぁ。もうミスできないじゃんこれ。いやいや、どんだけミスしても俺より上手くなるから大丈夫。どんだけミスしてもね、もうね、もう今の右に一回ジャンプして、うん、ジャンプ台に入る時点で俺上手いなみたいな。もう視聴者に伝わんないんだけど、俺は上手いな、あ、なるほどねみたいな。あ、もうね、違うんだよね。よいしょ。いやこれ見てください、この安心の走り。俺がプレイしてないと分かった瞬間、これ安心して見れるでしょ。もうそういうことなんですよね、やっぱりね。これね、あんまこう話すことが見つからないの、こう、ケチャしてると。よいしょ。もうこの途中で右に曲がるのも、ビグゾー先生仕込みのね。うん、そう、あ、投げちゃった。ある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 。いや、もう僕、やっぱ基本的に、走りはほとんど、もうすげえな、今の。あ、何今のテイクチックな。そう、今テイク入れ合ったんだけど、ターボが入ってなかった。すげえ、何その会話、してみてえわ。これ一応ビグゾー先生のサブアカで潜ってるんだけど、ああ そ, それでもこんだけ話すとすごい。一応レートだって1万5000ぐらいだったもんね。1万5000。そうだね、サブアカで今1万5000。やべえなマジで。まあ、僕が目指すところはやっぱこういったレベルで遜色なく走るっていうのがね、目標なんでね。いや、いけるよ。いけるよ。いけるよ。頑張りたいけど頑張って。もう今日はね、もう今日勉強しに来たからさ。そう、さっきもね TA でちょっと勉強会してたから。そうそうそう。目から鱗。あ、でもね、もう完全なんか、目簡単でしょみたいな感じだから、ね。見てる分にはそうなんだけど、みたいな。あぶね。
あ、ラッキーラッキー。いいね、いいね。赤も来てる。オッケーオッケー。来れた。完璧じゃないですか。さすが違うね。違うな。違うな。違うんだよな。日本代表となると。持ってるからな。もう赤さんやばい。あれ芸人だったらとんでもない人当たってるからね、あれね。これだったらもう。ああ。きついんだな。きついね。え、だって、トゲゾウと。うわ、すげえ、何今のライン。怖っ。なんで今コイン出したの。ほんと抜かせるか、抜かせないよな。これ今ムツがプレイしてました。いいそれ。平和平和。いやー、というわけでね、まあ、このパートは全部、うん、まあ、最後のレースはね、ちょっと僕が乗り移ってやってましたけど、このパートは全部ビッグゾーニキがね、走ってましたと、はい、ということでね、いや、ムツさんにしなかったらありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、このでしゃばっちゃって。あ、いやいや、もうすげえ楽しかった。僕はすげえ楽しかった。というわけで、ここで失礼したいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。それでは